あの人の現在。三平、帰国理由は現在についても明らかに。お笑い芸人の三平さん、独特の風貌と喋りでほんわかした雰囲気がいいですよね。そんな三平さんがプロサッカー選手の長友佑都さんの専属料理人になるとトルコへ移住しました。しかし現在は帰国されています。その理由は何でしょうか。長友家と何かあったのか、とても気になります。またその後の現在は何をしているのでしょうか。今回は三平さんの帰国理由や現在の様子についていろいろとご紹介していきます。帰国理由。長友さんの専属料理人になるということで、見習いから始めるためトルコへ渡った三平さん。しかし現在は帰国して日本にいます。もともと三平さんと長友さんの妻である平愛理さんがとても仲が良く、その縁で料理人見習いの仕事も来たということですよね。また長友さんと平愛理さんの恋のキューピッドは三平さんですし、そういうつながりもあったのでしょう。芸人の仕事を辞めてトルコへ移住するという決断はファンの方からも応援されていました。頑張ってという声が多かったように思います。しかしわずか2ヶ月で帰国。心が折れたということですが、それが帰国の理由でしょうか。他にもトルコの水が合わなかった、ホームシックになってしまったということが理由のようですが、それにしても2ヶ月で帰国は早すぎます。これに対しては多くの批判もありました。芸能活動を休止してトルコへの移住を決断したまでは応援されていましたが、あまりに早い帰国に三平さんの評価が下がりましたね。三平さんにはプロ意識が足りなかったということでしょう。またトルコへ移住する前の福島での活動も1年余りで終了しているということで、考え方が甘いのではないでしょうか。現在何してる。トルコから帰国した三平さんは現在何をしているのでしょうか。実は2月3日放送のしくじり先生に出演していた三平さん、そこで嫌なことから逃げまくっていたら何もなくなっちゃった先生として授業を行っていました。現在はテレビのレギュラーはゼロ、貯金を切り崩しながら福島の実家で暮らしているということです。現在はテレビ出演もなく、一応は芸人としての仕事はしているのでしょうが、あまり活躍しているとは言えませんね。三平さんのトルコからの帰国理由や現在の様子などを調べました。トルコからの帰国は三平さんがトルコのすべてが嫌だったということですが、もう少し頑張ってほしかったという声が多かったですね。また現在はいろいろと嫌なことから逃げ回り、仕事がなくなっている状態のようです。そういう状況を打破して今後は活躍してほしいと思います。